こんにちは、毎日サプリメントの島萌です。今日はですね、なんとオリジナルシールを作ろうと思います。用意するものはこちらっていうか、これを買ったんで使っていきたいと思います。なんか読めないシール作り機、楽天でシール作りって調べたら出てきました。開けてみたいと思います。あ、すごい、 X ジャパンのファンにはねたまらない仕様になってます。私は別に X ジャパンのファンじゃありませんので、たまらないわけではありません。これとあと使うものはじゃん、これです。じゃ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 ん、イラストを書いて並べました。このシールにしたい紙とこれを使っていこうと思います。だけどこれがね、ちょっと多分ここの幅にはめないといけないので、ちょっとねでかいんですよ。最初に印刷したのはもうね、すごくでかかったので、ちっちゃく印刷したんですけど、これでもちょっとでかいので入るかどうか不安なんですけど、ちょっとやっていきたいと思います。じゃあまずはこのシールを切っていきます。これはマイサプの、ライブで配ろうと思って、ただでね、普通にこれをちょっとお金出させるわけにはいけないので、ただで配ろうと思ってこのシール作り機を買いました。あとは友達とかにもあげようと思います。いらんとか言わない。絶対さ、作業してる時ってさ、ブスが増すよね。ちょっとこの縁のところを残すのが可愛いかなと思って、縁っていうかこの色のところ、ピンクのところを残す方が可愛いかなと思って、ちょっと残し気味で切っていきます。できました。こんな感じです。じゃあこれをどうやってやるかっていうと、ここのね、あ、ギリギリダメ、ギリギリ、あ、ちょっとどうかな、ギリギリダメな気がするんですけど、多分このハートが入らないので、このハート、ちょっと待って、このハートの部分が入らないので切っていきます。切ない、失恋したみたいですよ。てかこの後先輩と取り切りに行くからさ、ちょっと早めに早めにシール作り終わりたいなーなんてね。はい、ではこれを入れていきます。この滑り台の部分に入れまして、これを回す、丁寧に読むんですね。これを逆か、あ、引っ張る、滑り台に入れたら引っ張る、あ、全然入らないんですけど、てかもったいな、この部分。お、来ました、じゃん、来ました。これを剥がします。剥がしました。あ、落ちた、落ちましたね。剥がしました。これだけで完成です。これだけで完成なんですけど、これをじゃあマイクに貼っていこうと思います。ここにね、こうやって貼ろうと思います。これをもう剥がして、怖いわ、剥がすの。もうすごい、もう完全にシール、これをここに貼る、じゃじゃーん、できました。こんな感じで今日は簡単なんですけどオリジナルシールを作ってみました。ライブに来てくれた人には無料であげるので、ぜひね、いろんなとこにペタペタ貼って楽しんでください。ということで、萌ペロでした。バイバイ。